はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。今回は沈黙の艦隊コンプリートモード立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ヤマトと違って潜水艦としてのスペックに一回りも二回りも劣る立浪でコンプリートモードをプレイしているんですけども、だいぶね、プレイスタイルを変えなきゃいけないという中、苦戦しながら進めてきています。今回はミッションの5、米海軍ロバート・J・レイノルズ大佐が指揮する艦隊に挑む。水上艦、潜水艦の両部隊で構成されているということです。海域は沖縄沖です。2隻以上の水上艦と1隻以上の潜水艦が配備されているということです。では早速ですね、能力割り振りの画面へと移っていきましょう。で、一部能力はアップデートを行ってあります。大きなところではハープミサイル、これが搭載できるようになっています。どうしてもね、魚雷の威力、そして潜水艦の能力で、ヤマトの、それに、及ばないところがあるので、早めにハープミサイルの搭載をできるようにしてあります。対水上艦専用にハープミサイル持っていきましょう。で、回避能力もですね、当然、シーバット、ヤマトと比べるとだいぶ劣るので、デコイですね。これもね、ある程度本数は持っていきたいところなので、8本持っていきます。残りはマーク46の魚雷を持って出撃という形にしていきたいと思います。で、大きなところは同時発射数ですね。これ4本までできるように変更してあります。で、装填速度ですね。これもですね、ヤマトであれば50ノットまで出るので、敵の魚雷をその送還で回避することもできたんですが、立浪は20ノットしか出ないというところもあって、回避が普通に難しいです。なので、デコイをいかに早く出せるかという観点では、この装填時間も重要かなと思って、装填時間のね、レベルもアップデートしてあります。では、これで出撃していきましょう。一通りヤマトで全て攻略済みのマップステージではあるんですけども、もう完全に覚えていないので、一からやり直しの感じですね。早速敵の艦員発見してます。これは、潜水艦と思われる艦員ですね。射程に入り次第、まずは先制攻撃。魚雷、マーク46の魚雷、ホーミングで2発出します。あと、命中率が上がるスキルもですね、上げていきたいかなと思います。魚雷出た。このまま衝突コースに入ってます。命中。攻撃型厳選。バートンルージュ。敵地です。では他の敵艦を探していきたいと思います。深度350から300あたりに敵艦発見してます。これも同じく潜水艦、射程に入り次第、先制攻撃。魚雷2本、ホーミングで出します。速度は5ノットまで落とします。魚雷出た。これも衝突コースに入っている。命中。撃沈。フィラデルフィア。撃破です。では次の敵艦を探します。さあ、敵がアクティブソナーを撃ってきた気配があるので、そちらの方向へと、監視を向けていきましょう。さあ、敵艦のおおよその位置、把握できました。正面。まだ、レーダー上には入ってきていません。
正面方向に複数の敵艦発見。このまま前進していきましょう。速度を10ノットまで落とします。アクティブソナーを打って、ハープミサイルの射程に入り次第、先制攻撃仕掛けていきましょう。では、射程に入りました。深度100まで浮上。この後、ハープミサイル撃ちます。13本持ってきてますね。通常弾頭で2本。まずは、1隻ずつ撃沈していきましょう。おお、早速これは敵の基盤を狙えたんだな。3隻で艦列を組んでますね。迎撃。さらにハープミサイル。もうちょっと距離を詰めてから撃ちたいですね。で、ポイント稼ぎのために他の艦も沈めたいので、ハープミサイル先に他の敵艦を狙っていきましょう。命中。オーデン、撃沈です。敵の機関の前にもう一隻敵艦に潜んでいる状況を確認してますので、これ先に撃沈しましょう。通常弾頭で2本。狙います。敵が旋回。さらに、ハープミサイル撃墜されましたね。ちょっともったいないですけども、さらにハープミサイル撃ちます。さらに撃墜。ちゃんと迎撃をしてくる。ここで一回アクティブを当てます。さらにここで敵が魚雷を撃ってきたので、デコイで回避しましょう。では、さらにハーブミサイル。敵の機関が目の前にあるということなので、しょうがない。マーク46の魚雷。4本で、まずはね、もう機関を仕留めにかかりましょう。速度、停止。ちょっとここで4本ミサイル、魚雷出したんですけど、ちょうどね、良くないことに、デコイがぶつかって、ノイズが生まれてますね。こういう時こそね、ハープミサイルが威力を発揮するんですよね。この距離で撃てば、ゲゲできないじゃないかな。うん、当たりましたね。ミサイル巡洋艦レイヒに、ハープミサイル3本命中。撃沈です。ハープミサイルは高価なんでね。13本全部使ってしまったのは少々出費という面では痛いですが、まずはね、無傷で攻略できたので、よしとしましょう。では、次のミッション、ミッション6です。米海軍、テレンス・B・カーバー大佐が指揮する水上艦隊に挑む。強力な水上打撃戦力が配備されているということなので、ハープミサイルをね、ちょっと多めに持っていきたいというふうに思います。では、ミッション画面に移りました。早速、敵が潜んでいそうな方向を確認しています。深度100まで上昇。いつでもね、ハープミサイルが撃てる状態にしておきたいと思います。さあ、敵艦隊とすれ違う状況になりました。ここは先制攻撃していきたいので、射程に入り次第、まずはね、魚雷から発射していきましょう。マーク46の魚雷を14本、ハープーンのミサイルを18本、デコイ6本、カッター2本という編成です。まずはね、魚雷から出していきましょう。敵は耐水ヘリを飛ばしていきましたね。旋回。こちらの位置発見されたと思われます。まずは、魚雷が命中。ミサイル駆逐艦キット、撃沈です。
耐水ヘリから耐水弾が降ってきましたので、デコイで返します。さらにデコイを撃った後は通常弾頭のアブミサイル、これを撃ち込みましょう。命中、キャラバン撃沈です。うまく敵の耐水弾は返してます。ではちょっと速度を上げてノイズの中に飛び込みましょう。耐水弾撃ってきたのでこれをデコイで返します。デコイの数が足りないな。早めに敵をちょっと発見しないと、デコイ不足で敵の耐水弾を回避する術がなくなってしまうかもしれないですね。アブミサイル、敵の射程に入りましたので、ミサイルの射程に入りましたので撃っていきます。お、これが敵の機関か。迎撃されましたね。ちょっと距離があるので敵の兵器、まあ、つまり真後ろにつきましょう。で、敵の耐水弾は魚雷デコイで返します。デコイを撃った後はすかさずハープミサイル撃っていきましょう。ちょうど敵の着艦と被ったんですが回避されましたね。ハープミサイルを、まあ、迎撃される頻度がちょっと高いかなっていうのがちょっとあるんですけど、ここはもう数打ち当たるというわけではないですが、ある程度手を緩めずに仕掛けていきましょう。そして、魚雷もね、コンスタントに打っていきたいと思います。魚雷が命中、レイクエリー撃沈です。マーク46の魚雷2本なのでちょっと撃沈まではいかないかなと思ったんですけど、うまく刺さってくれたみたいですね。ではハープミサイルで敵の機関を狙っていきます。ちょうど前方にも敵艦、護衛艦がいるんですけども、これはちょっと当たらなそうな位置にいるので、まずはね、しっかりとクリアを目的として敵の機関をね、狙います。魚雷撃ってきた、近いな。これはもらうな。もらいましたね。特に爆発のエフェクトとかもなく、敵の魚雷を受けてしまったんだ。一旦速度を落として、この爆発のノイズの中に身を潜めましょう。そして真横にいるので、この距離だったらマーク46の優先弾2本で出します。撃ち次第すぐハープミサイルまで、この距離ですけどもちょっと狙っていきたいと思います。混乱に乗じて一気に仕留める。命中、撃沈までは持っていけてない。この距離でハープミサイル外れました。では続いてマーク46の優先魚雷出します。かなり近い位置ですね。敵がしかも旋回してる。ただこの状況は逆に言うと敵の魚雷もね、もらいやすい位置にはなってるので、ちょっと早めにね、仕留め切りたいですね。魚雷2本命中、ビラガルフまだ生きてます。デコイを、いや、ここはハープミサイルにしましょう。今の爆発のノイズでこちらに魚雷は当たらないと思うので、カッターが必要だったな。これは優先弾でしたね。敵が1枚上手だったな。これはもうもらうのを覚悟の上で魚雷を撃ちましょう。もらいましたね。魚雷発射ガンガ全開、
やられた。ではちょっと戻っていきます。あ、いや、最後の魚雷撃った後に食らったのかな。いや、まだ魚雷撃てるな。魚雷発射ガン全開と言っていたものの、まだ魚雷が撃てる。であれば、ここで決める。食らえ !2 本。まだ生きてるかー。ちょっと距離を取ってハープミサイル撃ちますか。せっかくね、魚雷発射管が全開と言われたものの、まだ撃てる状況のようなので、これはこの後期を生かしたいですね。ハープミサイル、2本で出します。当たってくれよ。迎撃される。ホテルのデコイを出して、ハープミサイル。日本雑誌。なあ、優先弾だったか。カッターが必要でしたね。いや、ハーポンミサイルがことごとく今回は迎撃されてしまって、なかなか当たらないっていうのもちょっと誤算でしたね。最後のハープミサイルも撃墜されてしまったので、ちょっと戻ってきます。ハープミサイルよりも、どちらかというと、魚雷を多めに持ってくるのが正解だったかなと、ちょっと反省点ですね。はい。今度はあっさり、ハープミサイルが、はい。一発で当たりました。あっさりでしたね。はい、というわけで、まあ、運要素もかなりありましたが、ここまでのミッションなんとかね、こなしてきました。やっぱり、相関による回避が難しいというのもあって、苦戦をしている状況ではあります。